昔から俺は寝るとよく夢を見る。それはいつも決まって未来の夢だった。頼むぞ。うん。夢の中で未来は明るかった。希望とそれから平和に満ち溢れていた。だから俺は眠るのが楽しかった。ついこの間までのことだ。いや、嵐が来るかもな。え？いや直感だよ。待ってろ。いやちょっと待ってよ。やった。井村君、守の夢はこれで叶ったね。すごいね。